はい、皆さんこんにちは、カントリーベース井口です。本日の YouTube なんですけれども、ソイの骨材の種類について、ご説明をさせていただきたいなと思っております。何じゃそれはと言われるかもしれないんですけれども、よく仕上げ材とかでソイを選択される方もちろんたくさんいらっしゃるんですけれども、なんか塗り壁材ってなってくると、塗り壁材だし、塗って何となく同じようなテクスチャーがどこもできるんじゃないかなって思われるかもしれないんですけども、いや実はなんですけどもね、そのソイの中には入ってる骨材の大きさが3種類あるんですよ。でこれはね、僕もね販売しておきながらなんなんですけども、あまり知られてないのかもしれないなと思ったわけなんです。なので僕らの方で少しこういった動画を使いながらね、骨材の違いで仕上げ方にどんなに影響を与えるのかなということをぜひ、ご覧になっていただきたいなというふうに思っております。3種類あるんですけども、1つがね、0.5 で、2つ目が 1.0 1.0 ミリです。 0.5 ミリ、1ミリ、そして 1.5 ミリの、3種類あります。でなんでそんな骨材を使い分けてるのかっていうと、簡単なんですよね。仕上げ方のテクスチャーが変わるんですよ。で仕事したテクスチャーが変わるので骨材を変えて、そしてお客様の思い描くような外観のイメージに近づけていくという形になります。3種類 の骨材なんですけども、0.5、 そして1.0、 そして1.5 なんですけども、こちらの3種類があるんですけども、やっぱ見た目が違うんですよ。当たり前ですよね見た目が違うんです。でこの見た目の違いのために 1.0 を選ばれる方もいれば 1.5 を選ばれる方もいらっしゃるということですよね。骨材3種類あるので、その中から選択できるということもぜひ知っていただきたいなと思っております。そちらの方を塗りつけていきます。で 0.5 を使うとこんなテクスチャーができるんだなっていうものをぜひご覧になっていただきたいなと思います。やっぱ塗りやすいです。結構やっぱクリーミーだなっていうのもあるけども、フリーフォームは、ね、結構塗りやすいんですよね。はい、ソイのフリーフォームなんですけれども、骨材がゼロではないんですよね。ちっちゃい骨材が入ってますよっていうことなんですけれども、どちらかというと一番なんか塗り壁っぽいというか、パンに生クリームを塗ってるような感じ、パンにバターを塗ってるような感じですよね。でそんな感じに、そんな感じの、テクスチャーをつけることができるので、フリーフォームでやっぱり人気があるのはやっぱり波模様ですよね。こういう波模様、描くテクスチャーというのは一番オーソドックスで人気があるんじゃなかろうかなというふうに思っています。ただ僕らの中でもね、ちょっと昔流行ったテクスチャーとかもあるんですけれども、ちょっとなんかあまり凹凸をつけないテクスチャーをお勧めしております。なぜかというとね、やっぱりちょっとね、凹凸がねちょっとつきすぎるとやっぱどうしても汚れがこの上に乗っちゃうんですよね。で汚れがこの上に乗っちゃって凹凸の上の方に乗ってしまって、それがちょっとだけ雨が降るとその上に乗っている排気ガスとか砂ぼこりとかがダラーって垂れてきて、ちょっと汚い外壁になってしまう可能性もあるのね。なので僕らの場合はなるべくフラットに近づけながら固定模様を残すようなテクスチャーの方はお勧めしておりますが、ソイのフリーフォームを選択していただけると塗り壁のお家っぽい雰囲気は作ることができるんじゃないかなというふうには思っています。ソイの、ね、フリーフォームをご覧になっていただいているんですけれども、若干遊び心があるのであれば、ね、少し
あの塗り壁のクリームを引っ張ったような感じを作ってもいいかもしれないです。ただ僕が今ちょっとねお話ししているのは、あの骨材のフリーフォーム 1.0、1.5 でどんなテクスチャができるのかなっていうところの、まあ、違いを見ていただきたいっていうところなので、まあ、ちょっといろいろとね今いじってみながらね、あこれこういったのをちょっと望んでたんだけどなって思っていただける人がねならすごくありがたいと思います。骨材創意フリーフォームを使って、まあ、ある程度そのテクスチャの幅を広げていくこともできます。ね、また別の YouTube で紹介してるんですけれども、まあ、今フリーフォーム 1.0、1.5 の3種類でご紹介してるんですけども、まあ、ちょっとここで話すとこんがらがっちゃうんですけれども、ね、でまあ、その中でねさらにね骨材をプラスしてオリジナルのテクスチャ、岩肌風のテクスチャを作ることもできます。また別の YouTube をご覧になってください。はい、それではフリーフォームの醍醐味っていうと骨材が小さいことなんですよね。骨材が小さいので、あのさっきのようなちょっとコテムラを使って、まあ、上品で、そしてあのおしゃれで可愛いコテムラを作ることももちろんできますし、あのできるだけそのコテムラを消したテクスチャーというものもそういうのフリーフォームでは一応可能は可能なんですよ。一応申し上げておきますと、まあ、完全にコテムラを消すっていうのは非常にやっぱ難しいんですよね。まあ、本当の漆喰であったりとかしたら水をかけながら押さえていくことができるんですけども、こういうのアクリルシリコン系の樹脂系の塗り壁材っていうのはね乾き始めるとねちょっと引っ張っちゃうんですよね。ちょっと引っ張っちゃうって何回も同じ場所を触れないんですよ。なのである程度一発で仕上げていくときにはそのコテムラを完全にゼロっていう作業がとても難しい作業になります。ただ完全に不可能というわけではなく、仕上がりの感じというのはね、まあ、ここは何ともちょっと言えないんですけれども、コテムラをなるべく消すようなやり方でいうと、まあ、今みたいな形でね薄く、まあ、施工していって、そしてね2層ですよね、2層重ねをしていただけるともう綺麗に収まっていくんじゃないかなと思います。まあ、本当にコテムラを消すときにはね、厚ければ厚いほどコテムラが目立ってくるんです。で薄ければ薄いほどコテムラが消えていくんです。ただ薄ければ薄いほどコテムラが消えていくっていうことは、それだけ表面をコーティングしてあげる仕上げの層も薄くなっていくというようなことですよね。なのでコテムラを消したい場合は薄塗り2回塗りをおすすめをしております。創意のフリーフォームを使って薄塗り2回塗りをしていただければ、また雨とか雪とか表面をコーティングする仕上げ剤の塗膜を、まあ、通常通り、まあ、大体1ミリぐらいに設定することができます。なのでまあ手間もまあかかりますけれども、まあ、そこまでテクスチャにこだわられている方にはすごくおすすめをさせていただきたいなと思っております。塗り壁のお家っぽい雰囲気は作ることができるんじゃないかなというふうには思っております。